仲間だよね。うえー怖い。わあすごい弾がいっぱい。わーいありがとう。行くぞ。いやーちょっと迫力やべえぜ。何？何？ジャンプここでいいの？わあ！わあいっぱいですいっぱいです。もう少し。もう少し。たま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 拾うぜ、たま。あ、やべ、やべやべやべ、おい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 。ぶね。ぶね。なんか先に、ルル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 。あぶね、一発じゃダメなんだね。オッケー。エリア確保。サミエル隠れろ。はい。また爆発させんの？ちょっとやめて。サミエル。あとは自由か死かのどちらかだ。やべえ、なんでこれ。くやばいぜ。なんなんだここは。おお迫力。あ、ここ全然当たってないな。よし。あ、やば、いてこれあれだよね、隠れてたら回復するのかな。あ、回復するっぽいね。うわよしよし。どう、なんか一個向こうに行った方がいい気がするけど。当たんない当たんない。リストパライルノス。どう？待って、あの、はい、あ、わかった。何、爆発する？あ、爆発すんじゃん。マジかよ。すげえ爆発だよ。あー、おっかなかった。迫力が半端ねえぜ。多分あれ拾えないよね。なんか持てる数が限られてますよね。これ仲間か。おい、なんかせっかくなら、うわー、せっかくならみんなで帰ろうぜ。帰ろうじゃないね。おお、進めないぞ。進めない、どうすればいいの。うわやばいじゃん。これはなんか上のやつがすごいうざくない。これよし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 、壊した壊した。見たか。分かった。うわ、なんちゅう迫力、なんちゅう迫力。いやでもそろそろなんか時間が押し迫ってまいりました。もういちいち爆発する。ビビるじゃないの。こうやって脱獄したんでよく言ってたよね。っていうかこんな大ごと。うわ、いやよく生きて帰れましたよね。っていうかあの指名手配とかされてないんですかね。不思議、それが不思議。指名手配犯でしょもうこれ完全に。あっ、すげえ、こうむちゃくちゃだぜ。これはもうニュースになってもおかしくないですよね。いやすごいな、これでもニュースになってたらきっと姉さんも気づくと思うんだけどね。ほらサミエル飲め。いや大丈夫だ、ピンピンしてるよ。ほら喉が渇く、さあ飲め。どうも。それでなんだろうこの人、これからどうするつもりだ。いい人なのかな、うん、これからって言われても、ああ風呂入ってちゃんとしたベッドで寝て、ああ寝てくれる女でも探すから。弟を探す。そうだよ、そこだよ、それだよ。そんなとこさ。ああそうか。ああ、やっぱり脇汗が気になる。毎回言ってますけど。どうだ、どれくらいでエイブリーの宝を見つけられる。ああ、
とりあえずアメリカ戻って調査再開。いつだ。始めてみないとなんとも。宝の場所は。ああまあ知ってるけどよ。いいか、ほらでっかいバッテンがついた地図があるわけじゃないけど、手がかりは手に入れてるんだ。出てんがせ、秋。おい、ちょっと待って。待て。おい、待てって。え、なんで降ろされちゃったの。お前は好きだ。何よりも信用してた。だから連れてきた。ちゃんと見つけるって時間が必要なだけだ。ダメ、うん、口よ。だが面倒なことに疑問を持ち始めてしまってね。待て、ヘクター、聞いてくれ。必ず見つける。ガチ誓うが。いつだ。半年くれ。人というのはいつも必要以上に時間を求めてくる。3ヶ月だ。3ヶ月だけじゃ。3ヶ月後、宝の半分できるな。どうだ。そうか、だから焦ってたんだ。3ヶ月後、宝半分。見つからなかったらこの人に殺されちゃうんだ、ね、宝を隠したり警察にチクったりしたって無駄だからな。すぐバレる。俺は忘れた頃に現れる。そうなったら殺すぐらいじゃ済まないだろう。まあなんか脱獄しても気を抜けないですね、これは。ほら、立て。ちょっと最初いつものかもって思ったのに。朝日に向かって10キロ歩けばたどり着く。朝日を浴びるなんて久しぶりのことだろう。送ってくれないんだ。見つけたらどうする。大丈夫、時が来ればもらいに行くさ。うわ、怖っ。ストーカーじゃん。フェナスエルテサミエル。どうやって場所分かっちゃうの、この人。それでアルカサルに助けられて、そこからどれぐらい経ってるんだろう。その脱獄してから。まずいな。3ヶ月の期限はあとどれぐらいで。また痕跡をたどればいいだけだ。痕跡？サム、そんなものないよ。レイフは俺と脱出した後、奴の親の金で聖ディスマス大聖堂周辺の土地を買い占めた。何週間も探したけど、エイブリーの財宝はなし。レイフは諦めてないけどな。何年も探し続けてるけど何も見つかっちゃいない。まあそうだろうな。そっか、レイフはもうどこにいるんだろう。ああ、俺もちょっとばかり探してはみたんだよ。それにレイフはこれを持ってない。インターネットってのは本当に便利なもんさ。探してるんだ。聖ディスマスの十字架。俺たちが見つけたのは壊れてて空洞だったろ。マジかよ、まだ無傷だ。確かに下の方壊れてましたね。十字架は一つじゃなかった、うん、だからパナマの十字架になかったものがこの中にあるかもしれないってことか。うん。マジかよ。で、どこに。ああ、この極上品はロッシの屋敷で3日後にオークションに出される。盗むのか。ロッシの屋敷知ってるか。ああもちろん。一体どうやって警備のきつい会員制闇オークションの招待状を手に入れるつもりだ。ああ、そこは招待状がなくてもどうにか。ああ、へえ。で、金持ちに競り勝つための金はどうすんだ。俺の家を抵当に入れたってそんな大金を手にって。ああそうか、盗むのか。ああ二人で。おい、待て。いや、ダメだ、悪いな、無理だ、俺はやらない。何？ダメだ、俺はもう足を洗ったんだって。それに、俺よりもこういう仕事に向いてる奴らは他にもたくさんいるだろう。例えば。ほら、例えば。そうだ、
チャーリー勝ったわ。ダメだ、あいつなら本当に頼りになるって。ダメだ、絶対ダメだ。他のやつは信用できない。誰だろうと、これには俺の命がかかってるんだよ。わかるだろう？な？お前じゃないと。さあ、他に方法があるはずだ。いいか、もう時間がない。アルカサルも待たせてる。死んだと思ってたお兄さんが生きていて、でまた死ん、本当に本当に死んじゃったらもう後悔しかない、ないですもんね。これはやるしかないのか。もしもし、エレナ。ああ、信じないと思うけど、ジェームソンが許可書を持ってきたんだよ。嘘ついちゃった。ああそうだな、だからマレーシアの仕事はやることになりそうだ。せっかく再会したのにな、そしてせっかく真面目になったのにな。あ、で様子は？超ネクタイしてる。着飾ったチャチの悪党どもが仲良くパーティー中だ。サリバンの合図はまだだよな。時間はたっぷりだろ。見たとこ屋敷の裏に保管庫があるみたい。そっから見える？屋根のあたりだけな。どんなお宝が眠ってんだろうな。今は十字架のことだけ考えようぜ。いいのか、エレナのお土産にもなるぜ。笑える。笑える。狙いは一つ。あ、一つ。余計なものまで持って帰ろうって思うのはやめよう。俺たち二人だけならもっと楽だろう。サム、もう侵入してるかも。ああ、無理やりね。もしもサリバンがビビっちまって来なかったりしたらどうする気？サリーはそんなやつじゃない。じゃあ捕まったら。サム、サリーはやつらを知ってる。うまくパーティーを抜け出して部屋の窓を開けることくらいできるだろう。心配するな。うん、なんだよ。ほら、言えよ。十字架持ち逃げされた。そんなのありえないって。サリバンだぞ、裏切り者で有名な。でも、俺たちのことは絶対裏切らないって。お前はな。気が合わないのは知ってるけどさ。それ以上だ。信じてくれよ。サリーは家族だ。いや、兄貴も家族だ。だからサリーのことを信じてくれ。はいはい。やってくれるさ。すごい信用してるんですね。なあ、でもうまくいかなかった場合のことを考えるくらいはさ。ほら、あ、な、家族だ。すごいね、絶大な信頼を置いてるんですね。汚すんじゃないぞ。どうも。蘇るスリル、次のチャプターに入るわけですね。まあなんかせっかく足を洗ったのに。信じられないな、脱獄してお前といる。しかもイタリアに。やっぱお兄さんの命には変えられないか。もっとのんびりできるんならいいんだけどな。すごいアクション。ここの景色はなかなかのもんだぜ。え？ああ。前にも来たことがあるのか。ああ、まあね。あ、なんか少年時代思い出すわ。ちょっとした仕事でさ。サリバンとか。ああ、そうだ。サムと一緒に屋根の上を登っていったのを思い出しますよ。何何？そっからじゃ橋に上がれないな。あ、この橋に登ろうとしてたんだ。あ、あ、落ちる。危ねえ。どうする？どうする？お、下に針が見えるな。本当だ。ロープ届くか。こんなの楽勝だったの。またロープ使っちゃいますか。見てろ。ほら、どうした？ほい。あれ？届いてないぞ。ミスった。ミスった。もっと手首をうまく使えよ。ほら、はい。ほら、ね。ほら。2回目なら、まあまあだな。じゃあ行くぞ。はーい。
手を伸ばしている状態でジャンプすると成功ね。 OK。 これは登らないとダメなのかな。登る？これ以上は登れない。あ、これ以上登れないね。何何何何、どこにどこにどこに捕まればいいの。どこに捕まんの。あ、なんか手伸ばしてるな。手伸ばしてはいるけど。あ、今の見た。あ、今の見た。そうだね。お次どうぞ。お次どうぞ。どっち行くの。下か。なるほどね。おお、またヘリに。うわ、ちょっと待って、これどこに行けばいいかわかんない。全然下か、下かな、下だな。下行けそうでしょ。キャー、サム来てる。こっちだよ。うわー、落ちたらやばいぜ。よし、次はどこだ。なあ、あの針使えるんじゃないか。あ、そうだな、行ける、行ける気がする。来てる、サム。あ、来てる来てる来てる。え、こっからどうすんの。場所を変わろう。俺を乗り越えろ。捕まっとく。よし、わかった。あ、そういうこと。どうすんのこれ。乗り越えろ。あ、場所変わってくれって言ってたよね。はい。何。よし、行くぞ。はい。一発だ。はいはい、自慢すんな。いいぞ、小犬さん。そこから下に降りればこっちへ来られそうだぞ。今行くよ。そこから下に降りれば。あ、ここね。え、もう一個降りる。もう一個降りようか。もう一個降りよう。行くよ、せーの、ほいさほいさ。下下下、バツ。ふう、オーケーオーケー。え、そんで、あ、ロープ使いながら、ロープ、ウフフフフフ、いくぜ。スタ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 、ジャンプ。オッケー。いやー、恐ろしいなこりゃ。どこだ。ひー、スイング、スイング。はい、いけんのこれ。あ、倒し続けんのか。よいしょ、サーム、行ってくれ早く。sopravvissuto per modo di dire respira attraverso un tubo e forse non potrà più camminare. Bene lì sta. あ、銃持ってるよ。 Ehi, hai scommesso sulla partita? Inghilterra vincente. Inghilterra?誰誰、何何何、あの人たち、あの人たちもなんか狙ってる人たちなんじゃないの。いいぞ。違う。ほう、おいおい、よし、到着。下っ端のくせにすごい装備だったぞ。ねえ、こっちは丸腰。銃がすごかったね。計画通りにやれば銃なんかいらないって。だといいけどな。わ、すごい、レモンかな、美味しそう。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。わ、ちょっとなんか毎回毎回ワクワク展開がすごい。どうしよう。毎回次やるのがすごく楽しみなんですけど。それではご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。皆様ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック、スマホ、携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。